久げ稲荷神社は、埼玉県飯能市稲荷町にある神社。正式名称は、稲荷神社。旧社格は孫社。祭神は次の世柱。主祭神は丘の御霊神。創建年月日不明。寛永十三年再建。共に、現在の飯能市稲荷町にある、この神社と三在稲荷について、新編武蔵風土機構の久げ文村の項には、稲荷社飯能村老人寺持ちと、 稲荷社村民の持ちと記載されているが、どちらがこの神社であるのかは不明である。武蔵国軍村氏の久下文村の孔には、受け持ちの命を祀る、祭日2月11日の稲荷社が、村の東方に一社、南方に二社ある。明治5年に、久下文村の陳述として村社に、列格した。明治41年7月7日に、秋葉神社と三つの稲荷神社を合祀した。合社は、 秋葉神社のみが現存しているとされる。昭和50年に本殿を再建した。本殿、平殿、拝殿、社務所、福土の鳥居、水車、一丁目町内会出し倉庫、農札所、猿田彦社、町会倉庫、境内北側に西部池袋線の引き込み線がある。反応駅の駅長室には業務の安全を祈願して当社の分霊が祀られているとされる。 元旦祭、霊祭、春祭り、秋祭り、初馬祭り。反応相撲連盟は1964年9月から境内で相撲大会を開催している。所在地、埼玉県反応市稲荷町一野さん。ありがとうございます。